僕は YouTuber のおもちゃ脇を、今は朝8時、5時間前に JJ コンビにキャンプ行くからお前来いって言われてタクシーで向かっている。全然愚痴とかじゃないけど、もう集合時間なのにミニゴジラは1時間遅れている。全然悔しくないけど、犬と遊んで暇つぶすことにした。お手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 。人間の尊厳を失った。キャンピングカーで行くとは聞いてたけど、ちょっとレベルが違った。いやえぐい。すごない？すごいよ。すごい。いやもうホテルやん。どうやらこのキャンピングカーは1000万らしい。1000万あったら親に家を買いたい。おはようございます。まあ、おはようございます。おはようございます。あんま調子んねん。できる後輩というのは時には先輩を叱るものだ。とりあえずは多めに見てやろう。一番後ろの席は2段ベッドがついていた。ほぼ自由空間だった。全然関係ないけど、ゆるキャンっていうアニメを見てたから、キャンパーとしての素質はあると思う。喧嘩する？この後ボコボコにして泣かせた。2時間ぐらいでキャンプ場に着いた。つくづく思う。免許持ってたら運転したのに。でも免許持ってないと運転しないから寝れる。ははは。ここだけの話、テント的な何かを設営するのがクソだるかった。とりあえず現場監督をやることにした。準備って大変だね。オラ行くにょーん。バビ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 ー。これでも割と面白い先輩なんだ。何シェフって？シェフは、キーパーね。めっちゃうまいやつね。知ってる知ってる。シェフチェンコのシェフって。いや知ってる知ってる。あいつもめちゃめちゃいいプレーしてるよ ね、 ね。俺が料理するってこと？終わった。とりあえず料理にアポトキシンをぶち込むことにした。とりあえずキノコをバターでぶち込んで炒めた。うまっ。ちょろすぎて草刈りマサオ、多分これは流行らない。うまっ。うまい。ちょっとズッキーニ熱いな。なんでキャンプで食う飯ってこんなにうまいんだろう。誰か論文書いて俺に提出してみないけど。てかなんか牡蠣がエロすぎてちょっとムラムラしてきた。この滴るバター、うわ、いただきます。はい、あ、行っちゃった。お前機嫌悪い時すぐ牡蠣連れてきやな。スニッカーズの CM を思い出した。ちょっと暇すぎたので近くの温泉に来てみた。多分ガンジーもテキーラ片手に騒ぎ出すぐらいバイブスが上がってきた。温泉とサウナめっちゃ気持ちよかった。こちらはヤニカスうんちども。全然関係ないけど、エーペックスがしたい。さて私が今夜いただくのはシーフードカレーです。カレーできました。やっとできたぜ。うますぎる。お上がりよ。なんだっけ、あの食卓のソーマ。食卓ソーマ。食育じゃない？食育か。食卓のソーマ。可愛くなった。可愛くなったね。どうよ、うまいっちゃってる？お上がりよ。友達が自分の料理を美味しいって言ってくれるのは本当に嬉しい。麦わら海賊団のクサンジもそんな気持ちなんだろうね。なんか焚き火を見てると無人島を思い出す。あの時の利口は本当に怖かった。気づいたら夜も更けて謎にもののけ姫を鑑賞することになった。やはり早尾は偉大だ。そういえば寝床じゃんけんで助手席に寝ることになった。僕もたたり神になってみんなを殺そうかな。あー気持ちいい。その喉切り裂いて二度と無駄口叩けぬようにしてやる。気づいたら朝でした。寝れなすぎて TikTok で可愛い子を無限に漁っていた。とても有意義な時間だったと思う。現在朝の5時。本当にみんなすやすや寝てる。コナンで学んだ密室殺人のトリックを使おうと思ったがやめといた。本当にうざすぎたから黙って朝飯のソーセージを3個食ってやった。うますぎてカルパス。とりあえずおじさんたちを無理やり起こすことに成功した。朝飯の匂いにつられて寄ってきた。マジで生え。昨日コンビニで買ったおもちゃをすっかり忘れていた。え、遊びたい人じゃん。いや全然遊びたい。全然。あれ、じゃあ車に向かってやるよ。あよ。うわ、楽しい。こっちの方か。めっちゃいいやん。どこもよかった。よかった。この後ボコボコにして泣かせた。